課長の桶狭間だ。先日のザ・フログマンショーのキャッチコピーについて一人8億個考えてくるように同宿題を出してきたが、皆の者考えてきたが、いやー、8億個なんて国民1人当たり6個考えても足りない数ですし。はい、8億個考えてきました。鎌田先輩、本当に考えてきたのですか？当たり前じゃない。だって私たち広告で食べてるのよ。ダニエル、貴様8億個考えてこれなかったのか？すいません、4649個考えたところで右手の震えが止まらなくなっちゃいました。とぼけ、貴様の右手が震えようと知ったことか。待て、4649個だと？はい、それが何か？それはよろしくという意味か？別に意味はないです。それより何で怒るんですか？仕方ない、すっかり予定の数より少なくなってしまったが、8億4649個だけから選ぶとする。膨大な数です。ところで鎌田、その中で特に貴様のおすすめはどれだ？おすすめは2954個ありますが、さらに選び抜いた2つを発表しますと。それじゃ他の7億9000余りのコピーは？島根発ネットアニメがテレビアニメシリーズ化、電車男の次はカエル男だよ、ザ・フログマンショー。うん、そして次は史上最小人数で制作される地上波テレビアニメシリーズ、ここに完成、ザ・フログマンショー。はい、わかった。次、ダニエル。はい、それではおすすめはこれなんですが、カエル男紹介の半分は優しさからできています、ザ・フログマンショー。なんちゃって。あっぱれ。ダニエル、でかしたぞ。わしは今猛烈に感動した。カエル男紹介の全てを的確でフレキシブルに、かつドメスティックバイオネスに表現した新世紀のキャッチコピーじゃ。課長、ドメスティックバイオネスって意味分かってます？悔しい、8億個も考えられなかったくせに。覚えてらっしゃい、ダニエル。いや、あの、その今のワッパファ。すぐに CM 制作会社に連絡し打ち合わせをセッティングしろ。弱ったな。今のはほんの冗談のつもりで言ったのに。どうしよう。